おしっこ。いってらっしゃい。最近さ、周りの女性の方がみんなトイレに行くときに、普通さ、お花摘んできますとか、ちょっとお手洗いにとか言うじゃん。もう周りの子みんなおしっことか言って、帰ってきたら、よう出たわーとか言って帰ってくるの。どういう反応をするのがいいんだろうね。怖いよね。もうちゃんと拭いたわなんて言われたら僕多分、もうきついもん。ちょっと。別の話題を出す。私帰ってきたら、別の話題出すか。どうしようかな。ただいまー。おかえりなさい。ただいさん。レッツゴー。ちゃんと拭いて。レッツゴー。何それ変なの。どういうこと？なんか間空いてる間。ああ確かにね。キャンプファイヤーでもしたいのかな。陰キャが。夢見てんな。何言ってんだこいつ。させねえよ。やばいな。囲碁将棋部はキャンプファイヤーできませーん。それははぶられるってことですか。そうです。誰ともフォークダンス踊ってくれませーん。やめろ。それ以上それ以上言うな。やめろ。あれあれ、もしかして大キズさん、フォークダンス、フォークダンスできなかったんですか。それ佐々木はやったことありますよ。それ以上不快な口を閉じろ。神社でも行ってるのかな。鈴じゃね、カップがね、カップの手が震えてるんですよ。ダララララララ、やめろ、やめてくれ。ダダダ、やめてくれ。あー、やべえ、やっちまった。歌なんか歌ってるからだ、ダモが。全国の囲碁将棋部の人間だってフォークダンス参加できた人間がたくさんいるはずだ。俺はそいつらのために戦うぜ。きっとそいつら指一本しか握ってくれなかったんだろうな。嫌すぎるだろ。やめろやめろ。じゃあお互い入っていただいて各自奥の椎名先輩。もう入りたがりがいる。入りたがりがいるな。あ、入りたがりがいる。あれなんかミイラのあれみたいになってる。閉めてください。はい、今から行うマジックは、位置が入れ替わるマジックですね。はい、真ん中が今茶屋香先輩がいるので、茶屋香先輩は奥に、しな先輩は真ん中に移動するっていう瞬間移動マジックを行いたいと思います。いや、これができたらマジシャンですよね。では、いきますか。3、2、1、ドーン。お、やったー、全然ない。なにこれ。え、待って、え、ちょっと、ひょっとしてよ、私たち入れ替わってる。え、待って、やめてダイヤのやつらどうしたんだろう。確かにビビったな。いや、ちょっと圧が圧出ちゃったか。覇気強すぎ強すぎ。失礼、敵戦にていかけした。マジ会話がいいんきゃ。本当にやばい。本当にいいんだわ今の。ガチでカードゲームやってる人だよ。ああ、ショップでカードゲームやってる時だわ完全に。ガチこれ来たわとか言って。アニメキャラのセリフやつだ。圧やばすぎ。語彙が全部アニメキャラ。いや、もう恥ずくなったわ今の一言。知らねえな、このアンチ。どこになるんですか、これ。うち。お前んちどこ。札幌。これ LINE やってる。え、辛いことあって。最低。どうしたの、話聞くよ。ほんとほんと聞いてくれる。全然、話聞くよ。引っ越し考えてて。なんて。引っ越し考えてたんだけど。ああ、友達に引っ越すんだって物件見せたら、もうやめといた方がいいよって言われて、やっぱやめようかなって。やっぱ引っ越しね。引っ越しってやっぱみんなね、冒険だからさ。不安になって。うん、引っ越さん方がいいんじゃない。じゃあどうしたらいいか分からん。でもだから引っ越さん方が、うちどうしたらいいか分からんの。てかその引っ越してさ、まあ、なんかソウルだよね。でもうちどうしていいか分からん。分かんないよね。
自分の金で引っ越すは自分の好きにしたらいいんじゃない。いやでもさ、金は自分のだけどさ、うん、それはそれそれは体はさ痛えな。ベリベリすんなよ、リスナーにもめちゃくちゃ聞こえてんねんぞ。あれやろうよ、リプライできた質問にさ返信してくみたいなやつやろ。あ、だ言ったじゃん。だからなんかそれバイノーラルだった時の話じゃん。でバイノーラルが無理になったからこうなったんじゃん。最初に言ったんですよ私が。それだからそのやるよっていう放送の、まるで自分が考えたかのような。いやそうよ、私が考えたんだよ。違う、私が考えたんです。誰もが思いつくようなことよくそんな動画できるんだバーカ。でもお前は考えつかなかったよね。考えつくだからお前、お前のことを考えつく、お前は考えつかなかっただろバーカバーカ。ちょっと待ってね、やめろやめろやめろ、いてててててて、ふざけんなお前マジで今さ今このスタジオにスタッフさんもいないし、後ろに誰もいなくてめちゃめちゃ広いんですけど。そうだね、この部屋今2人しかいないから。軍道さんマジで暴れまくるんだけど、やめてほしいんだけど。え、ちょっとつぶやくよ軍道。なんかツイッターで今軍道さんがつぶやくから、それにリプしてこれについて話してみたいな。いいね今年はね、はい、花火大会が中止になっているところが多いと思います、はい、うん、はい、うん、なのでマイクラの世界で花火を打ち上げて参加してるみんなも、視聴者のみんなも花火という花を咲かせて最高の夏にしましょう。それでは点火まで。お、はい、すごい、タイピングしました、ありがとうございます。いえいえ、それでは点火まで5、はい、4、4、3、2、1、点火。え、ちょっと待って、あーすごい、すごいすごい、たまやーたまやー、あー待った、もうすげーすげー、ちゃんと花火や、うわー花火だ、たまやー、すげー、あーそんな出てたんだ、すごいねー、来た、あーほんとだー、うわー、あ、見えた見えた、見えた、すごーい、すごーい、めっちゃ花火なんだけど、え、綺麗、綺麗、めっちゃ綺麗ね、綺麗、あ、おお、めっちゃ綺麗だなめっちゃ綺麗です、え、すごい、はい、せーの、はい、終わるんかと思った。え、すごい、めっちゃめっちゃすごい。アイソルさんみたいですね、この花火ね。アイソルさんみたいです。はい、どういうことみたい。アイソルさんのよう。来年の夏もスカート一緒に花火見てくれる？こっち向いてこっち。ちょちょちょ。可愛いな。来年も見ようね。ここでアルスが3人で行こうって言ってくれて、そう嬉しかった、バラすなよ私たちがすげー綺麗ね、綺麗、見れてよかったわ、めっちゃ上がるな、本当にね、参加してよかったね、最初から参加バラバラだと思って、いや、てかそもそも俺はなんか参加する気がそもそもあんまなかったんだけど、私もめちゃくちゃ後に入ったわ、そう、なんかお誘いいただいてね、うん、来てよかった、本当にね、もう2年ですからね、うちらもね、そうよ、2年早くない、早い、え、もう何も進歩してないの、確かに何も変わってない、何も変わってないよね、BGM も一つ変わらないこともまたいいことなのかもしれませんね、そうですね、変わらないものが、変わらないもの
がある。ここにある。撮りますよ。はい、チーズパシャ。終わりましょうか、師匠。また解散です、解散。はい、はい、解散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 。お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。バイバイ。ちゃんと続けましょう。ちょっと待って、まだ切ってないよ配信。やかバカ野郎。